単身赴任の父を訪ね江ノ島にやってきた俊。わけあって一人暮らしをする渚。普通の男子高校生二人に芽生えた友情がやがて恋に発展していく。波に乗れるようになるまでいる。渚、もしかして俊くんのこと？知らないうちにさ、心を盗まれたっていうか。人生やり直してもゴーサーフィンを選ぶね。世界一ぎこちなくてもどかしくて、そして純粋なラブストーリー。僕初めて人を好きになったのかも。ヒズ、恋するつもりなんてなかった。4月8日スタート。